超簡単放置で火起こしする方法。こんにちは、山田です。健一です。本日はですね、炭起こしをしていこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、ベスタこいつをちょっと使っていこうかと思います。信頼できますよね、こいつは。だいぶ、うん、まあ、文化焚きつけるよね、きっと。そうだよね、名前変わったのかな。なんだろうね。うんうん、ベスタを置いたらここに組んでいきます。はい、ポイントはあるですか。ポイントはですね、なんていうんだ、タワー状というか煙突状に、うんうん、こう上にどんどん積み上げていく、うんうん、なぜかというと、つけた時に煙突効果で上昇気流が出て上に火がどんどんついていくんですよね、うんうん、そうすることでなんとめちゃくちゃ簡単に着火できるんですよ。なるほど。はい、ガンガン組んでいきますね。真ん中に空洞を作るように。そうですね、組んでいくわけですね。はい、よいしょよいしょよいしょ、ガン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 組んでいきます。ガンガン組んでいく。よいしょよいしょよいしょ、こんな感じで組んでいけたら、うん、ちょっと見てみますね、うん、ちょっと暗くて分かりづらいですけど、うん、ここですね、この辺に空洞があって煙突みたいにして、そこから炎が上に上がってきて煙突効果で全部に火がついていくと。そういうことです。高さ出しますね。じゃあ実際につけていきましょうか。そうです、今4段ぐらい積んだのかな。4段いっちゃいました。じゃあ火つけていきましょう。はい、っではマッチで、うん、着火していきます。これだけでいいですね。ここから何をするかというと、はい、放置です。放置プレイですね。放置プレイでいきましょう。じゃあ飲むか飲むか はい、ということで10分ぐらい経ったんですかね、うんうん、こんな感じでいい感じですね、うん、だいぶ火が入って、うん、回ったんで、うん、ちょっと崩していきましょう、はい、お願いします。いきます。うん、いい感じですね。もうバーベキューできちゃうね。ねえ、放置だけからいいよね。その間にね、こう野菜切ったり肉の仕込みしたりとかして、うん、そうだね、うん、これもう全部終わってからやると、うん、待ってないといけないからね、うんうんうん、もうついて最初にこの準備をしちゃって、うん、で火をつけてる間に設営したり、うんうん、野菜の仕込みとか、うんうん、まあ、そういったものをしとくと効率よく、そうですね、うん、全部準備が終わった頃には炭ができて肉を焼けるんで、うん、ぜひやってみてください。楽しいバーベキューライフを。